はい、みなさんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。本日は皆様にご報告があります。私は新しい YouTube チャンネルを始めました。ただし日本語のチャンネルではなくてドイツ語のチャンネルです。ヤーパンハウトナーというチャンネルになります。ヤーパンハウトナー。タカは意味わかるでしょ？全然わかんない。ヤーパンはわかるよ、日本でしょ。なんか直訳するとハウトは肌、ナーは近い、肌に近い。日本は肌に近い。全然意味わかんないじゃん。あのドイツ語のそういった言い方があって、なんかあの肌のように近い、すごく近く感じる、感じられるみたいな感じの、肌に近くて親近感が湧くみたいな。ああ、そんな感じ、そんな感じ。だ、日本はあなたの身近にあるコンテンツですよって意味で、はい、うん、ヤーパンハウトナーにしたと。そうそうそう。で、あの今そのタイトルを説明した通りに、内容はまあドイツ人に向けて日本を身近に説明するのようなチャンネルになります。じゃあ日本のコンテンツをドイツ人向けに出していくってことだね。そう、日本語でね、ドイツ語でね。ドイツ語で。そうそう。で、5月に始めて今2ヶ月ぐらいを出してるんですけど、まああの週1回ぐらい動画を出してて、あのライブ配信とかも週1回やってて、あとショート動画とかもいろいろ出してるんですけど、まあ本当にすごくあの力を入れていろいろ頑張ってますね。そう、めちゃめちゃ頑張ってて、本当に私の大好きな日本をより多くの外国人、まあドイツ人に見せたいから、まあまあまだそんなに登録者がいないんですけど。ちなみに今登録者は何人ですか？じゃあ今日の朝の登録者をちょっとチェックします。ダルダン、523人です。あの2週、まあまあまあ 2ヶ月、そう、あのまあまあまあ2ヶ月で523年に行ったのがすごく嬉しいよ。まあ、YouTube はね、最初こうですからね、本当に全然伸びないですからね、最初。あの、AT ブログはちなみに2ヶ月で登録者何人がいた？80人ぐらい。そうだよ、初めて2ヶ月目、多分80人とか。100人行くのが3ヶ月、4ヶ月かかりましたからね。そう、誰でも見てるぐらいはなかったよ。最初はね、そういう問題です。YouTube ね、誰も見てくれないんです。でも、この500人の中に、あの、AT ブログの視聴者も中にいますので、本当にありがとうございます。520何人のうち500人ぐらいは LT ブログの登録者なんじゃない？多分。なわけないよ。優しい優しい LT ブログの皆様、まあまあ、視聴者様がね、登録していただいてるので、ありがとうございます。特にドイツ語がわかる人はぜひチャンネル登録して私の動画を見てみてください。ドイツ語の勉強になるよね。そう、めちゃくちゃ。そう、ドイツ語の勉強にもなるし、そのまあ同じコンセプトで、その外国人から見た日本はどんな感じかという、うん、あの面白さがあると思いますので。しかも LT ブログのコメントでも、レナさんドイツ語のレクチャー動画出してくださいとか、ドイツ語で動画撮ってくださいとかいっぱい来てたんだよね、実は前。そう、なのでドイツ語で動画を見たい、ドイツ語の勉強したいみたいな人は多分視聴者の中にはね、一定数いるんで、その方はぜひ私のチャンネルを登録して私の動画とかライブ配信を見てみてください。ドイツ語が喋れない人も、じゃあドイツ語って実際どんな感じなんだろうって気になる人はいると思うんで、ぜひ概要欄にレナの新しいチャンネル貼ってますので、見に行ってみると、レナのキャラの違いも面白いかもしれないね。日本語で喋ってる時とドイツ語で喋って、ドイツ語で喋ってこうだからね。そう。違います。めっちゃ力強く喋ってますので、ドイツ語でキャラが全然違いますので。まあね。ちなみにここ、ああ、いつもと撮ってる感じ違いますけど、はい、私たちは引っ越しました、実は。で、こちらは私の新しいスタジオになります。ドイツ向けチャンネルのスタジオ。めちゃめちゃ、タカが邪魔ないこれ抜けた。そう、これが本当にすごくザ日本のバックグラウンドで、いろいろなんか日本のものを集めて、なんかまだ結構空いてるから、ものもたくさん買いたい。戻ってきてもいいよ。しかもこの壁にもね、シール貼っちゃいまして。そう、めっちゃ日本っぽいでしょ。だからその日本のスタジオを作ってドイツ向けに
コンテンツを配信してると。ちなみにママとパパとかも見てるんだよね。だからママとパパしか見てないよねしかも喜んでるよね日本で生活してるレナの様子が見れるし、はい、だからママパパお兄ちゃん友達親戚合わせて20人ぐらいがアクティブに見てくれていると。ちなみに今再生回数はだいたい1本動画上げると300、400、500回ぐらい。ただ皆さん見ておいてください。こっから YouTube はコツコツやっていくとどっかで成長曲線に乗ってグインといくので、レナさんのチャンネルがどう伸びていくのか、レナの心が折れるのが早いのか伸びるのが早いのか皆さんのサポートをぜひいただきたいです。だドイツ語が分かる人はぜひ登録してください。でドイツ語が分かんない人はドイツ語ってどんな感じかなっていうのを見てみるために一回動画見てみてください。で面白いなと思ったらポチッと登録ボタンを押していただけるとレナさんのモチベーションに変わってこの LT ブログの動画作りもより良くなります。A ファンになります。みんなが幸せになりますまあそういった感じのご報告でした。ちなみに今まで出した動画の内容をちょっと説明すると、一番最初は回転寿司を説明しました。行きましたね、回転寿司そう、ジブリパークがそろそろオープンするので名古屋でね。だからそのジブリパークをちょっとオープンする前に訪ねてどういった感じかとか、あとはまあドイツ人がぜひ興味があるような説明動画とかで、他は福井の旅行とかを、まあ、ブログ形式で出してたり。ちなみにレナさんのドイツ語のチャンネルの方がリアルタイムに動画出てきます。福井の動画って今言ったけど、うん、LT ブログの動画と福井の旅行動画まだ出してなかったりして。そうだね、 LT ブログコンテンツがある程度こうストックしながらチャンネル運営してるので、リアルタイムにこの人たち何やってんのかなって気になる方はレナの動画をチェックしてると、あこいつらこんなとこに旅行行ってんだとか、 あここ行ってんだとかより早く情報がキャッチできます。あるかも本当に忙しいのでいろんな動画を撮って、で編集が時間かかるのでちょっと時間がかかりますということはあります。まあこんな感じのご報告でした。ぜひ私のチャンネルを概要欄で見つけてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんチャンネル名覚えてますか？ヤーパンハウトナー。そうです、日本は肌に近いそんな意味合いです。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。 LT ブログもそうだし、ヤーパンハウトナーもそうです。ヤーパンハウトナーのチャンネル登録をお願いしますではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。